ことがあります。応援して、今まで応援してたからっていう理由でありますよね。で、お子様とどんどんつないでいくので、下町はね、それでも強い、下町は強いですね。東京といえどもですね、村っていうか下町はね、そうですよね、強いですよね。誰でも言われたら、じゃあお願いしますって、はい、そういうことで投票率自体が下がっちゃってて、なので、いえいえ、今回は幸いですね、いっぱいいっぱいたくさんの人が出るみたいなんです。なので、そういうフレッシュな入れ替えの時期なのかなっていう、そういう思いで、まず自分が先頭に立たないと、はい、ありがとうございます、そう言っていただけると。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。すみません、大きな音で失礼しました。じゃあ行ってまいります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、失礼します。行ってまいります。はい、頑張ります。年寄りはね、もうどうにもなんない。いやいや、もう いろいろ、ご意見も頂戴して生かしていけるように、全世代でやらないと、これからも長寿社会に していこうと思ってますんで、ね、はい、長寿社会、そうそう、長寿社会じゃ、あ、じゃあ長寿社会で、そう、あ、なるほど、今の時代はそうなんですよね。だから、ご高齢になってももっと幸せになれるような デザインをしていかないと、はい、健康なまんま、これまず健康が幸せですね。そうなんです、ですよね。健康じゃなかったらね、はい、そういうことができない。はい、体が資本っていう、よく言ったもので、はい、そういうデザインしますので、おかげさまで幸せで、これからもなお幸せになる。そうなんです、おっしゃる通り、おっしゃる通りです。はい、生きる 気を支えるのが健康ですよね。いやいや、もうそれがダメです。それ、そういう社会、長く生きてると感謝される社会にしますので、いつまでもあのおばあさん生きてんだな、ね、生きてね、それじゃあもう不幸せですよね。そう、一緒に、あと2年で90になっちゃう。ああ、そうなんですか。そんなの、いやいや、似たようなもんよ、私だって。あと2年で90になって大変な、90だからザラだもんね。ザラです、ザラです。そうなんです。昔はね、90年って大変だったね、はい、うん、これからはもうそれぞれの、ね、年代、主役が誰々じゃなくてね、政治の方はもう若いものが背負って、それでサービスは全世代にやっていかない、ね、はい、ぜひぜひ頑張ってまいります。ありがとうございます。山本が頑張らないと。はい、はい、ありがとうございます。